間あるんですけれども、まあ、主に3つのことをいたします。1つ目は取り込むこと、2つ目が放つこと、で3つ目は変化をする。まあ、庄内というのは面々とした歴史の重みと、それから未来を作る先端技術が交錯する強力な地場なんですけれども、その地場に身を置いて、呼吸をする、仲間と、講師と関わるということで知識を取り込み、それから体を使って山伏体験をするようなことで自分の肉体を通して放つ、で最後に自分たちの学びをプレゼンするんですけれども、それも放つことにつながるんですけれども、あえて生と死という非常に取り組みにくい、普段考えることを避けてしまいそうなテーマを3泊4日この地場の中でディスカッションをすることによって、自分たちも仲間も変化する、そして私たち毎年少しずつ庄内セミナーのプログラムも変化をさせています。ですから皆さんと共に庄内セミナーを一緒に育てていきたいなと思っています。庄内セミナーは2008年慶應義塾大学教養研究センターの主催で始まりました。このセミナーは生命というものを徹底的に考え、意見を交換し、そして自分の考えをまとめ上げることを目的としております。その思考を生命の豊かな庄内の地で私たちは行いたいと思っております。